はい、こんにちは、ポテリンコです。今日は鹿児島県鹿屋市にある福留小牧場さんにお邪魔してます。レストランにね、お邪魔してます。今日は幸福丼ヒレカツプレートとサンドイッチプレートのバケットで、中がね、ベーコンにしてもらいました。おまかせソーセージのね、盛り合わせも頼んでます。今日はね、飲みながら楽しみたいと思います。それでは見てね。ソーセージの盛り合わせがね、到着しました。すごくね、ゴロゴロのソーセージからね、このね、ソーセージはね、プリプリしとるって言った。ソーセージの説明してもらったけど忘れてしまいました、すいません。それではね、ビールと一緒に食べたいと思います。ソーセージシェアしながら食べます。うわー、おいしそう。乾杯。うん、あー、おいしい。この一番長いやつをね、食べてみたいと思います。全部ね、半分こずつね、してシェアして食べたいと思います。断面はね、こんな感じ。いただきます。マスタードつけて食べよう。あ、マスタードつけんで最初食べた方がいいな。うん、すごいね、肉の味濃い。あのサラミみたいなね、濃い味。美味しい。お野菜入りのソーセージは断面こんな感じ。すごく美味しそう。すごいね、プリプリやった。最初に食べたソーセージよりもちょっとあっさり。思わずさっきね、一口で食べてしまったけん、マスタードつけそびれた。うん、またね、これはね、ハーブがちょっとこう香る感じ。ハーブが強すぎんけん、すごく食べやすい。今度この巨大なソーセージを食べてみたいと思います。切った感じはね、こんな感じです。これでホットドッグとか作って食べたら食べ応えがありそう。すごいね、肉肉しい。うん、すごく肉肉しいね、ソーセージ。で、今ベーコンのバケットがね、到着しました。こんな感じ。バケットもね、すごい細くて食べやすそうです。で、サラダとね、あのポテトサラダかな、でハムとソーセージもね、一緒に来てます。はい、もうね、続々と到着しました。限定のね、幸福丼ロースカツプレート。ここにもね、ソーセージが隠れとる。でっかいソーセージが。取り分けたね、ソーセージを食べたいと思います。うん、おいしい。バケットをね、食べたいと思います。中にはね、ベーコンが入ってます。このベーコンもね、手作りです。
ごいこのベーコンの塩気がね美味しい。中にねマスタードもね塗られちゃった。フランスパンがね中がもちもち、うん、結構ソーセージだけでもね食べ応えがある。すごく美味しい。じゃあとんかつ食べます。すごいとんかつが美味しそう。このままね食べてみたいと思います。うん、幸福とんって感じ。もうね柔らかいしね衣もサクサクで甘い。野菜ももりもり生えとるよ。シェフからねハンバーグ届きました。ソースはねトマトソースにしてます。ハンバーグもすごいふわふわしとる。肉も甘いしあっさりなんやけどすごい肉のうまみも詰まっとって、でトマトソースとチーズグラタン的な味わいがしてすごく美味しい。ボリュームがねすごい。すごいもっちりしとるねソーセージ。ソーセージってねいろんな種類があるんやなってすごく思う。すごくねお肉が柔らかいよ。玉ねぎの入ったポテトサラダ。うん、最後のね、とんかつになった。もうがっつりね、もう2枚贅沢に挟みたいと思います。贅沢にねハムも一緒に。ベーコンの塩気にね最高のビール。ハムもね、すごいしっとりしとってすごくね、美味しい。チーズケーキ、すごいね、アイスもボリューミー。美味しそう。
ちゃんに最後のバゲット。デザートのねチーズケーキを食べたいと思います。先にねバニラチョコがけアイスを食べます。うーん、やっぱデザートは別腹やな。うん、わあ美味しい。めちゃくちゃ濃厚なねベイクドチーズケーキって感じ。大好き。生クリームもねすごくふわっと濃厚。ごちそうさまでした。とってもね美味しい幸福豚のヒレカツプレートとサンドイッチプレートのバゲットベーコンセットでした。デザートのチーズケーキもアイスもホイップもねもう一緒に乗っかっとってすごいね。チーズケーキも濃厚で美味しかったです。ソーセージにはビールっていうねもう最高の組み合わせでした。楽しく見てもらえたらグッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひぜひ覗いてみてください。今日もね美味しく楽しくごちそうさまでした。ポテリンゴでした。バイバイ。